中野里町連携事業、東京都中野区をご紹介しましょう。面積およそ16平方キロメートル。東京23区の西部に位置し、人口はおよそ32万人。渋谷、新宿などと隣接し、都心からのアクセスも良く、にぎわいと落ち着いた住宅街が共存する街です。東西に5路線の鉄道が走り、都内、多摩方面など様々な地域にアクセスが良く、渋谷、池袋行きなどのバスも行き交います。まずは中野区の中心街、中野駅周辺をご案内します。中野駅前のショッピングセンター、中野ブロードウェイは、サブカルチャーのメッカと言われる中野区の象徴。コレクターズショップをはじめ、楽しいお店が勢ぞろい。外国の方にも人気です。また地下の食品、生活用品のお店はなくてはならない中野区民の台所です。その他、中野駅周辺はおしゃれな店、個性的なお店が集まっています。若い人もそうじゃない人も、美味しいものを飲んで食べて、おしゃべりして、楽しい時間を過ごせる街です。名物のつけ麺屋さんも。一杯いかがですか？そうそう、この中野芸能小劇場では、今をときめく落語家さんやお笑い芸人の方も出演するので要チェック。住宅が密集する中野区、どの駅前にも賑やかな商店街が広がっています。商店街を歩いてみましょう。あら、お菓子屋さん。お客さんが買いに来たのは中野土産。このお店では中野区にちなんだお菓子を作っているんですって。お土産にいかがですか？お寺の名前がついた駅を降りて商店街を行くと、新井薬師、新井薬師梅松院は徳川秀忠の子、政子の方、東福門院が失明した際、ここに祈願して治癒したことで知られています。実は中野区は歴史ある寺院や史跡がたくさんある町です。その一つ、沼袋にある百観音明治寺。地域の皆さんの願いが込められた観音像、明治天皇の病気の治癒を祈願し、観音像を祀ったことがこの始まりとされています。区の北東にある哲学堂公園には、明治37年に哲学者井上遠良が作った東洋哲学の孔子と釈迦、西洋哲学のソクラテスとカントの4人を祀る至聖堂、聖徳太子をはじめとする6人の東洋的哲学者を祀った六間堂など、哲学の世界が広がっています。昭和の初期から地域に水を送っていた排水塔は、野方地区のシンボルのような史跡です。春にはこの近くでお花見もできるんですって。他にも区内には桜スポットがたくさん。素敵な風景です。さて、史跡から一転、賑やかなイベントを案内します。中野文化祭へようこそ。フレッシュでキュートな旬のアイドルたちのステージ、アニメキャラクターに扮したコスプレイヤーも集まり、会場は非日常の世界になります。
この他にも中野区では大勢の人が集まるイベントをたくさん開催しています。その中に中野里町連携自治体も参加、大好評です。そしてこちらは毎年行っている中野里町マルシェ。連携自治体の皆さんが中野区役所の正面玄関前などで自慢の新鮮野菜や特産品を販売、地域ならではの食べ方や珍しい野菜の調理方法、お互いの町の話など人と人の交流ができる場にもなっています。中野区に新しく誕生した中野四季の町、公園は区民の憩いの場。ここには大企業や大学ができて、およそ2万人の方が新たに中野区に通うことになりました。さらに多くの人でにぎわう中野区、中野里町連携事業に参加の皆さんにもさらなる可能性が広がります。